東京メトロについて。東京メトロは東京を走る地下鉄路線の大手です。東京都内を縦横無尽に走る9つの路線を有し、総延長線路は約 195km にもなります。駅数は全部で179駅あり、ターミナル駅には大手町や日比谷、新宿などの主要ターミナルが名を連ねています。1日あたりの乗降客数は約670万人と、日本で最も混雑する地下鉄網の一つとなっています。東京メトロの路線網は東京都区部をメインに広がっています。中央線や半蔵門線、銀座線といった幹線路線が都心部を通り、丸の内線や日比谷線などの路線が放射状に広がる形となっています。列車の運行本数は非常に多く、ラッシュ時は1分に1本以上の本数を維持しているため、利用者の足となっています。さらに始発から終電まで長時間運転を続けており、深夜の足としても重宝されています。このように東京メトロは路線網と運行本数の両面で東京の交通機関の中核を成しているのです。都市活動の円滑化や利便性向上に大きく貢献する東京の足として重要な役割を担っているのです。